ここに置いておいたプリンが何者かに食べられるという悲惨な事件が起こりました。容疑者はあなたたち4人、証拠は空のプリンとプリンの左側に置かれたスプーン。犯人はルキ、あなたね。違います。今日の朝あなたがここに一人でいたという目撃情報があるの。さらにあなたの履歴書には好きな食べ物プリンと書いてある。極めつけはスプーンが左側にあるということ。あなたは普段右利きだが、食べ物を食べるときは左手で食べる。左手で食べてそのまま置くとスプーンはカップの左側に来る。犯人はあなた。お前がやったんだな。本当のこと言えよ。ゲロっちまいなよ。はい、どうしてもプリンが食べたくない。悪いことと分かってたんですか。私がやりました。おお、自白させた刑事みたいだ。ルキ、プリン食べたんだね。やっぱ人間悪いことすると隠せねえもんだな。くそ、バレちゃいました。大丈夫だって。劇団モテ劇、今日は目的のレッスンをやります。目的のレッスン？そう、脚本を読んで自分の役作りに必要なことは？自分の役がどんな役かを考える。話してる相手が誰かも大事だよな。シーンの場所がどこかも必要でしょう。そう、残り一つは？おお、わかった。そこで目的が出てくるんだろう。正解。脚本を読むときに注目するのは、自分は誰か、相手は誰か、場所はどこか、目的は何か、この4つ。この4つを分析していれば脚本を理解しやすくなるの。なんで目的が必要なんですよ。自分がいて相手がいて場所があっても人は動かない。目的があるから人は初めて行動する。目的があるから人は話す。人が行動したり話したりするのは自分が欲しいものを手に入れるため。つまり目的が人間の根本ってことか。そう、目的を理解せずセリフを話してもそれはただセリフを言ってるだけになる。目的を理解して強く行動すること。さっきのプリン事件、私の目的はルキに白状させること。だから証拠を突きつけて白状させた。というわけでこれから皆さんには刑事の取り調べシーンをやってもらいます。取り調べシーン？取り調べの目的は犯人に自白させること。わかりやすいでしょ。セリフに頼らずいろんな方法で犯人を追い詰めてください。例えばどんな方法がありますか？よく刑事ドラマで見るのはアメとムチ。おお、一人が優しくて一人が怖いってパターンだな。やっぱ取り調べといえばカツ丼をご馳走する。それは昔の話で実際はやらないそうですよ。そうなんだ。証拠を突きつける。怒らせて本音を言わせる。嘘をついて追い込む。あ、司法取引。日本ではあんまりないらしいぞ。アメリカのドラマではよく見るけどな。このように目的を考えるといろんなアイデアが出てくるんでしょ。これが目的で脚本を読み解くいいところ。セリフ以外の大事なものも見つかるし、他の人と違う選択肢を持つことができる。というわけで取り調べシーンを即興でやってもらいます。2分以内に相手に必ず自白させること。刑事の向井直哉だ。刑事さん、俺は何もやってませんよ。取らせてもらうよ。あ？録音。お前がやったんだろ。やってねえよ。お前がやったんだろ。やってねえよ。やったよな。あ？嘘つくんじゃねえ。やっただろって。やってねえ。やったよな。あ？余裕だね。見覚えあるか？ねえ。あるよな、お前が襲った女で。ねえよ。あるだろうが。は？あ、じゃねえ。
光子ちゃん、昨日飛び降りて死んだよ。8階があるよ。お前人殺したんだよ。襲っただけじゃなくて殺したんだよ。お前なあ、お前がやったんだろって。どうなんだよ。おい、お前がやったんだろ。言うわけねえだろ。言わなきゃいけねえのかよ。おい、こいつはな、俺のいとこなんだよ。お前がやって、その痛みで死んでった光子ちゃんは俺のいとこなんだよ。ふざけんなよ、お前。お前がやったんだろって。お前がやったんだろ。それは気の毒だな。ああそう。知らねえけどよ。そう、もう一枚写真あったよな。じゃあ、まあ、臭い飯でも食うんだな。次。刑事の五十嵐武虎だよ。おい、最初に言っとくけど、もう割れてんだぞ、お前。刑事さん、俺は何もやってないですよ。さっきから何でも聞いた。お前な、盗んじまったんだろ。さっさと言っちまえよ。やっていません。もうどうせ劇なんかさ、すぐ終わんだから。もっと長引くぞ、お前。反省してねえな、お前は。ああ、手が滑っちゃった。俺はその辺の刑事と違うぞ。あ、手が届きそうだから地面に置いとこうか。なんでみかんなんか盗んだ。あ、なんであの八百屋のばあちゃんからみかん盗んだって聞いてんだよ。おい、やってません。割れてるって言ってんだろ。おめえよ、そんな甘いもん食いてんのか。おめえだったら、おめえペロペロキャンディーやっちゃうよ。おめえ舐めたいか。みかんよりおいしいぞこれは。ん、俺がお前舐めさせてやるわ。おら、別にいりません。おら、遠慮せずペロペロキャンディー舐めちゃいな。いりません。舐めろって。ほら、とりあえず持ってみって、ひとペロしてみろ。お前ひとペロ、お前は。甘いです。人生な、甘いことだらけじゃねえんだよっつってか。お前、俺はそんなそこらの刑事と違ってな、アメとムチ専門刑事なんだ。こら、ああ、ムチもあるし銃もある。俺はな、アメとムチと銃刑事だっつってな。おめえこれ以上やってねって言ったらどうなるかわかるか。こんなことしていいんですか。ああ、関係ねえんだわ俺は。で、どっちがいい。無知で長く長く苦しむか、銃で一発コロッといくか、どっちがいい。どっちも嫌に決まってるじゃないですか。じゃあ銃にしようか。いや、せっかく持ってきたから無知にしよう。よし、待って、どうしよっかな。あー、当たっちゃいそう。当たんないです。怖かったか。ほら、アメちゃん舐めてみろって。ほら、とりあえず疲れたんだからアメ舐めろって。舐めろ舐めろ。甘いか。甘いです。人生そんな甘くねえんだよ。よし、もう俺も飽きたから、久々にこいつぶっ放すか。おめえら、罪に大きいも小さいもねえんだよ。やっちまったもんは仕方ねえ。ちょっと襟が取ってたからこうしますと。よし、
人様のもの盗んだやつはここで頭吹っ飛ばしちゃおうか。さあ最後にチャンスをやる。やったかやってねえか、どっちだ。やりました。ちゃんとわかる可愛い子じゃねえか。しっかり亜美ちゃん持って反省しな。最近の若造は罪の重さを知らねえ。だがこの姉と口消し、姉と無知消し、五十嵐竹虎が許しちゃおけねえぜ。ということでな、おめえもしっかり反省して、シャバン出てきたら俺がまた姉ちゃんやるよ。次。改めまして、刑事の牧野光だ。刑事さん、俺は何もやってねえよ。ああ、そうだな。ごめんごめん。すぐ外すよ。は？いや、ほら、こんなのつけてたらさ、腹割って話せないだろ。よし、じゃあ事実確認だ。五十嵐竹虎23歳。詐欺に恐喝。うわぁ、チンピラだね。でもね、薬か。これはダメだな。だからやってねえって。薬は人をダメにするよ。だからやってねえって言ってんだろ。ああ、そうだ。飲んで。喉乾いたろ。いいの？いいよ。まあ余罪もありそうだな。あ、飲んだ。飲んだよ。よしよし。じゃああと。は？ん？あ、今君が飲んだコーヒーにはね、君が嘘をつくとその分心拍数が爆発的に上がるっていう不思議な薬が入ってたんだよ。じゃあいろいろ質問してくね。はい、君は薬の売人だ。違います。まあ売人だよね、現物見つかってるから。君には複数人の仲間がいる。いねえよ。いるね。まあ何人も検挙されてるから分かってるよ。君はその山田組との取引の証拠を今も大事に隠し持ってる。持ってません。持ってるんだ。そっかそっか、なるほどね。さて、山田組との取引の証拠、これがもし君のせいで警察に流れたとなれば、山田組は一体君に何するかな。とまあここで君に一つ選択肢をあげよう。もし君がここでいろんなことを自供して、まあ細かいことだね、自供して、その上でその証拠の書類なり物なりを警察に進呈してくれるのであれば、我々警察が君の身柄を保護して山田組に危害を加えられることがないようにしてあげよう。え？どうする？今しかないよ。やりました、やったっす。そっか、ありがとう、正直に話してくれて。まあこのおかげでいろいろ手間が省けるよ。うん。次。刑事の三浦瑠希だ。刑事さん、俺は何もやってないよ。やってないんだ。ちょっと待ってね。え？ちょっと動くなよ。動くなよ。いいのかよ、こんなことやって芸人は。おいしょ。いいのか、こんなことやって。せえな、黙れ。よいしょ。あの子殺して楽しかった？
俺も楽しいことしよう。やめろ。だからやってない。俺じゃない。俺じゃない。そうなんだ。ああ俺じゃない。やった。もう一本行こう。もう一本行こう。違う。だから。なんか食べ、もうお腹減ってさ。この時間さ、ここ誰もいないのよ。俺だけの時間なのよ。何時までやろうかな。俺がやりました。よく白状しました。みんないろんなアイデアで目的を達成しようとしたわね。セリフに頼るだけではなく、真の目的をしっかり把握して力強い演技をしていきましょう。以上、今日はここまで。え、もう今日のレッスン終わりですか。うん、私この後メンズと飲み会があるから。私の目的はメンズをゲットすること。ボディタッチをしてみたり、褒めてみたり、可愛い私を演出するな。目的が明確っすね。ありとあらゆる方法で私は何が何でも捕まえる。よし。あ、ルキ、何でしょう。プリン10個買っとけよ。はい。じゃあさようなら。レナさん、目的に向けて一直線だな。プリン食べなきゃよかった。目的のレッスンが終わった。セリフがなくても芝居をできるように目的を把握する。舞台まで着々と時間が過ぎている。一つ一つ演技をものにして舞台に備えなくてはいけない。さらにあなたのワークしたいじゃない。無理なな晴天の霹靂。何が起こるかわからない。そんな毎日の方がドキドキしそうじゃない。新しい自分を始めました。モデルで着たい。始めました。大事に。よいしょ。いろんなアイデアの目的を達成しようとしたわね。見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。